ですね、いろいろやっているんですけれども、一般社団法人日本女子会協会という、協会の活動が今は主体となっています。女性の支援なんですけれども、やはりね、皆さん人との出会いから人生って変わるじゃないですか。なので女子会を楽しむというよりも出会いの場ですね。もともと女子会的なことをよくやっていたんですけれども、ある時主婦の方から前回、参加した女子会で皆さんから刺激をもらって起業することになりましたっていうことがあったんですね。女子会ってそういうきっかけもなったりするんだということで、そういう皆さんのこう、人生に作用するといったら大げさですけれども、そういうきっかけになる場を提供できればなと思って女子会をやっています。あとはチャリティーランチ会というものを開いて少し、会費に実費にチャリティー金額を上乗せさせていただくんですけれども、そこの歳費を、寄付するという活動もしております。でも私19歳で起業しているんですが、結構いつも行き当たりばったりでノリであまり考えずにやってしまうところがあるんですね。その頃はまだワープロが世の中に普及されてないかなり昔なんですけれども、たまたまワープロを買って、知り合いのすでに起業している社長さんに、なんかワープロ使った仕事ないかしらって、何の気なしに言ったらたくさんあるよっていうことだったので、そこで起業しました。ワープロもね、やっぱり普及してしまうと需要がないので長く続かなかったんですが、その後は私ゴルフにはまりまして、で毎日でもこう、ラウンドしたいですけれども、お金かかるし仕事もしなければいけないので、ゴルフコンパニアを派遣する会社を始めまして、そこで自分自身もお金をもらいながら月多いと10ラウンドぐらいしてました。3回目で100を切れたので向いてるのかなと思いました。いや、それもバブルの頃だったので、あとですね、管理が行き届かないんですね。派遣する女性たちも待ち合わせ場所にちゃんと行ってくれるかどうかとか、自分がね毎朝そこに行って確認する作業も大変なので、ちょっと管理するのが大変で、それもあまり長く続かなかったです。その後は、ちょっと飲食店を任された時期がありまして、そこでかなりこう人脈を広げたんですね。ですけれども26で、私長女を出産しまして、そこからはしばらくお仕事しない で29の時からシュガーアートというものに出会いまして、シュガーアートの教室を始めました。それはもう、1995年に始めたんですけれども、今も続いております。ゼロから形を作っていくので、自分のアイデアが形になっていくことと、あと、お砂糖を主体としたペーストを使って作るんですけれども、やっぱりこう何とも言えないこう繊細な雰囲気があるんですね、そうですね。あと女子会協会を作ったのも、これもまたノリだったんですよね。本当はちょっとまた別の美と健康に関する協会を作ろうと思って、日本唐揚げ協会っていう大きな協会があるんですけれども、そこの会長とこうお話ししている時に、それで何やりたいのとかこうディスカッションしているうちに、最終的に、女子会とかやりながらっていう言葉を入れたら、じゃあ女子会協会でいいじゃんっていうことで女子会協会を作ることになったという設立してから5年ちょっとですね。ちょっと娘が途中交通事故にあったりとかで、ちょっと私も仕事ができない時期があったんですけれども、ここ1年は割と積極的に女子会協会の動きをしています。でも私女子会協会以外も経営者交流会の代表をやったりしてるんですけれども、直接まだ自分に恩恵っていうのは分からないんですけど、確実に人脈が増えてますので、私がこの先何か困った時助けてくれる人は
いるのかなっていう感じですね。そうですね、まあ、救われたというとちょっと大げさかもしれないですけれども、まあ、でも気晴らしにもなると思いますし、あの刺激にもなると思いますし、まあ、それなりの役割は果たせてるのかなと思います。でもどちらかというと皆さん前向きな、会話の方が多いと思います。でも私の場合やっぱり安定はしないじゃないですか、お勤めと違って。なのでね、あのそれがいいのかどうかは分かんないんですけれども、難しいですね。あまり起業をおすすめはするわけでもないですけど、でもね、やりたいことをやって、もし仮にうまくいかなくてもきっと後悔はないと思うので。よくね、あの死ぬ時にやった後悔よりもやらなかった後悔が大きいとか言うじゃないですか。なので、まあ、思いっきりリスクがないであれば、まあ、どんどんトライした方がいいのかなとは思います。一応あの Facebook グループだったりとかもありますし、有料じゃなくて無料会員さん、うちはあの募ってるんですけれども、無料会員はもう本当にただちょっとしたアンケートに答えていただければ誰でもなれるので、まあ、会員になっていただければ基本的にはどなたでもウェルカムです。でも今は月に 1,2 回しかやれてないですね。本当はあの本来は皆さんに女子会開いてもらって、そこの情報を発信していきたいんですけれども、なんかついつい自分が開くようになってしまって、本当はあの皆さん開いてほしいです。娘が3人いるんですけれども、一番下の子ももう、ね、手が離れてしまったので、やっぱり、まあ、仕事をしながら、ね、今まで来ましたけれども、とはいえ子育ての手が離れると結構、なんでしょう、気が抜けてしまうというか、いやこれから何のために頑張ろうみたいなちょっと悩みが、この春ぐらいあったんですね。でまあ、手が離れてた上、これからも家族のためにはあの、ね、最低限のことはしなければいけないんですけれども、もっと世の中に対して、お役に立てることが、これからやれたらいいなと思ってます。